来る夜は心も濡れる、ましてひとりじゃなお寂しい、憎い仕打ちと恨んでみても、戻っちゃ来ないあの人は、ああ柳瀬の夜に泣いている。サソリ座の女、沖の隅まで笑がいは、あなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついてゆく、思い込んだ命、命、命がけよ、そうよ私はサソリ座の女、サソリの星は一途な星よ。サソリ座の女、お気の毒様バラがいいわ、女の心を知らないで騙して汚して傷つけたバカな男は、あなたあなたあなたなんもよ、そうよ私はサソリ座の女、サソリの毒は後で効くのよ。冷めるはさあどうぞ、それには毒など入れないわ、強がりいても女女女なんもよ、そうよ私はサソリ座の女、サソリの星は絆星よ。いらっしゃいます、どうもこんばんは、お元気そうでよかった。まあようこそお出かけくださいました。まあ横須賀芸術劇場3年ぶりです。まあ今日はたくさんの皆様に来ていただきました。まあ最後まで心を込めて頑張って歌いたいと思います。どうぞよろしくご声援のほどお願いいたします。まあでもね、昨年の紅白の衣装なんだけれど、シルバーとゴールドの衣装
そのシルバーの方の衣装でございますけど、ああこれからの季節暑いし重いし、でも全国回ってるわけですから、そんな暑いなんて言ってられませんけど、まあね、でも昨年の衣装見ていただきましたけれど、まあ楽しい日で、まあ、お送りしたいなと思っておりますけれど、これから歌う歌は先日お亡くなりになりました三木たかしさん、まあ、あの私も平成4年に作っていただきました。もちろん紅白でも歌いましたけれど、あの作詞の方は秋元康さん。ではお聴きください、火の鳥。私から切り出してご挟みにしたのに、あの人と別れたと噂を聞いてまた燃え、炎の翼を広げ、思い出から今蘇える火の鳥みたいなあなた、私の心の空を昔みたく飛び始めたわ。ちゃんぽんで飲み続け、悪酔いをした日は寂しくて眠れずに、もしもばかりを繰り返す、愛し合ってた日々は忘れかけた、あなたの住みか、残り火みたいな未練、あれからくすぶり続け、消せやしない命になった、火の鳥みたいなあなた、炎の翼を広げ、思い出から今蘇る火の鳥みたいなあなた、触れば火傷をすると知っていて、そばI'm not afraid to die.
ありがとうございます。きらびやかに、そして豪華に幕が開きました。ご来場の皆様方の本当に心温まる声援と拍手に包まれましてスタートいたしました45周年記念の美川憲一コンサートでございます。今日のこの記念のコンサートは、まあ、紅白熱唱曲を中心にお届けしていこうと思うんですけれども、美川さんが最初に紅白の舞台に立ったのが昭和43年第19回目のことでした。釧路の夜で初出場、それから7回連続出場した後に少しお休みをいただいて、平成3年から昨年までは1年も欠かすことなく紅白の舞台に立たれていらっしゃいます。では25曲簡単にご紹介させていただきましょう。まずは釧路の夜、女とバラ、未練町、思い出女、銀座女め、サソリ座の女、はしゃぎすぎたのね、サソリ座の女、火の鳥、歌方の夢、おだまり、幸せになりたい、北国屋局、墓場、別れの旅路、永遠にバラの時を、東京ホテル、恋女、湯沢の人、サソリ座の女2003、のさっぷ未練、愛の参加、サソリ座の女2006、サソリ座の女2007、サソリ座の女2008と、甚だ簡単ではございますが25曲をご紹介させていただきました。では予想や新たに紅白熱唱曲をお聴きいただきましょう。平成8年第47回の紅白熱唱曲です。どうぞ。未練などとなぜ人は言うのでしょうか。一日一日が過ぎゆくたびに、あの日の思い出が深い傷に変わります。教えてください、忘れる術を。予想や新たに北国屋局です。赤い角巻き二人でかぶり、飲んで歩いた吹雪の坂場、覚えていますか。一緒になれない恋もあれば、どうにもならない愛もある。つなぎ止めたい思いを抱いて、背中合わせの夢になって。平成14年第53回紅白出場曲、湯沢の人。送らないからと急に背を向けて、青い角膜で涙を隠す。ただ花が風花が雪にもなる息つくように薄い肩に舞う越後湯沢の歩よという女。平成16年第55回紅白出場曲です。のさっぷ未練。あいつ一人が男じゃないと忘れるつもりの旅でした。風が泣く身なりが思い出させ
ビッグショー。ジャンルを超えたビッグスターが共演するこの番組、今回は尾藤勲と木の実奈々が夢のコラボレーション。監獄ロックやダイアナなどのこの2人だからこそ繰り広げられるオールディーズの数々、楽しいトークでも大盛り上がり。どうぞお楽しみに。 BS ふれあいステージ、演歌一本勝負。ベテラン歌手による真剣勝負のステージ。今回は紅白出場歌手島津亜矢が登場。トークコーナーでは司会の水前寺清子と歌手人生について熱く語る感動のエピソードは必見。柳ヶ瀬ブルースが、まあ、ヒットして、その後釧路の夜、まあ、ご当地ソングが新潟とね釧路が続いた後に、まあ、あのイメージをガラッと変えようっていう形で、それで昭和44年から45年にかけて未練町という盛り場のテー、盛り場のテーマがいいかなっていうことで、それでその歌が、まあ、優先でもねベスト10に入ったんです、未練町っていうの。それで女の朝にね、つながって女の朝が大ヒットして、それで次の年に、まあ、女の朝があれだけ、ね、ヒットしたから、もうちょっと強烈なのがいいかねって言うんで、それであとお金をちょうだいって歌につながってったの。あれだって私20代で歌ってたのよ、別れる前にお金をちょうだいって。だけどね、これね本当深い歌なんです。相手の気持ちがね、一緒に生活しててもう振り向いてもくれないし、私のことは何とも思ってない、私はもうねこの人と一緒にいてもね相手に迷惑かけるだろうしね、じゃあ私は身を引くためにお金をちょうだい、アパートを借りるお金でいいからって、そういう歌なんです。で、あのね、これお金をちょうだいって言うとみんな笑うんだけど、聞いてるうちに切なくなっていくみたいよ、だんだん。そういう歌なんですよ。ではお聴きください、お金をちょうだい。別れる前にお金をちょうだい、あなたの暮らしに響かない程度のお金でいいわ、そのあとは一人でなんとかするわ、我慢さえすれば生きてゆけるわ、一人だって生きてゆけるわ。別れる前にお金をちょうだい、その方があなただってさっぱするでしょう、幸せだったあの頃あの日、昔あなたは貧乏でお金なんかなかったけれど、みんなあなたに
捧げたけれど、過ぎた日のことは感謝こそすれ、恨む気持ちなんかないのよ。別れる前にお金をちょうだい、その方があなただってさっぱりするでしょう。聞けば聞くほど心に染みる名曲の一曲でございますけれども、はい、お金を頂戴、聴いていただきました。さあ今回のこの45周年記念のコンサートは、はい、もう皆様方もご存知の通り超ビッグな、今日はスペシャルゲストが来てくださっておりますが、はい、実は美川さん、はい、もう一人美川さんにとっては大恩人のサプライズゲストを今日は呼んでいるんです。ちょっとどなたか皆さん楽しみでしょう。サプライズゲストです。この方です。どうぞ。どうも、ケンちゃん、45周年おめでとうございます。ありがとう。まあわざわざ天国からお越しいただいて、どうも皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。もう先生とも付き合いもなかったから、なんかどうしたの。ちょっとね、早いですね。どうもおめでとうございます。なんか随分顔が大きくなったんだけど、ちょっと上に行ってる間ね、むくんだもん。ちょっと太っちゃってね。でも相変わらず紫のお洋服と大好き、髪も紫で、パーマもね、かけたばっかりよ。素敵です。ありがとう。あの、天って何それ。あの、天国では皆さんお元気ですか。うん、まあ、天国に言うから元気って言っていいかどうかも問題なんだけど、うん、元気よ。元気、うん、でもあの、お部屋はあるんですか。うん、お部屋ね、みんな一緒なの。あら、そう、同じね、世代は同じ世代でね、部屋に入れられるのよ。だからね、春日八郎ちゃんでしょ、うん、村田秀夫ちゃん、三橋美智也ちゃん、はい、3人同じ部屋にいるの。陸峰さんは隣にいるわよ。隣、相変わらずスケベでね、上に行ってもうろちょろうろちょろ、私だけ口説かれなかった。でもね、はいはい、みんなね、元気で歌歌ってるわよ、うん、あ、本当。村田秀夫ちゃんなんか朝からいつも歌ってるの。どうやって。吹けば飛ぶような。なんか乗り移って時々ね、舞い降りてくるのよ今。最後だそう。あの、いろいろ。でもね、ひばりさんは、ひばりちゃん、ひばりちゃんもちょっと待ってね、呼ぶのに時間かかるの。呼んで、いつもあちこち行ってるから、ね、呼んでよ。どうもどうも、けんちゃん、どうも、お久しぶりです。お久しぶり、はい、もういいわ。あ、最近仕事変えたのよ私。でも向こうでも上でも人気者ですよ。上でもね、うん、そう、喫茶のりこってやってる。喫茶のりこ、モーニングになるとみんな集まる。でもね、夜ね、8時になるとね、いかり屋さんが集合かけるのよ。あら、天国でも。そうなの。でも楽しくていいじゃないの。だってね、7時半過ぎからみんな集め出してね、そしてね、8時きっかりの時にいきなり言うのよ、8時だよって。そうなの。でね、
ちゃんと下に行ったらみんなによろしく言っといてくれって。さあ先生、せっかくですね、天国からわざわざお祝いに駆けつけてくださいました。あのお祝いのコメントだけじゃなくて、一曲何か歌っていただきたいんですよ。ねえ、皆さんいかがですか。先生、よく一緒にご一緒したじゃないですか、お仕事で。歌ったわよ ね。そう、だから別れの歌を。ん、お願いします。あの名曲が今ここに蘇ります。別れのブルースを。私が、はい、先生からです、もちろん。はい、窓は切れば港が見える、心よ儚い恋よ、踊るブルースの切なさよ。ちょっとお聞きしたいんだけど。何？昔からそんな口パクパク、あんた恋のあんた口みたいな歌い方してました？あれ、こっちに来たらね、酸素が多いからね、いっぱい吸っとかねえと入れ歯がずれるのよ。そいつは私が、いや、はい、じゃあこちらから。はい、あら、ごめんなさいね。大丈夫ですか？そう、本当ねえ。先生、いつから先生、いつからドレスに男物の靴になったの？早く、もっと早く歩いてくださいよ。ゆっくりで。え？ダメ。ゆっくり。いつまで歩いてるの？あ、ちょっと、あ、ちょっと。あ、いやー、さすがでございます。さあ、それでは皆様方にはたっぷりと、そして心ゆくまで、スーパーエンターテイナーコロッケさんのステージでお楽しみをいただきましょう。コロッケさん、どうぞ。はい、どうもありがとうございます。あ、どうも、ごゆっくりお休みくださいませ。ありがとうございますね。今日は三河さんのね、バンドメンバーの皆さんと一緒にお仕事ができるということで、誰もいらっしゃらない、まあ休憩時間ということで。じゃあ早速、今日は童謡シリーズのやつをお届けしたいと思います。芸能界で童謡を歌える方は限られております。歌唱力を必要とするからです。ですから今までの芸能界の中で一二を争う歌唱力、芸能界の歴史の中で一二を争う方、田原俊彦さん、この方からお届けしたいと思います。曲はチューリップ。サウザーサウザーチューリップのアポレポのポレ。何かご不満でも。失礼いたしました。ありがとうございます。じゃあ今度は続きまして、和田アキ子さんね。アッコさんといえば、好きな方も多いかと思います。でもどんなに好きでもああいう風になりたいなとは誰も思わない。本当に不思議な方でございます。可愛がっていただいてる分逃げ惑うことも多ございます。じゃあ早速お届けしましょう。アッコさんの後輩の可愛がり方、ずいずいずっころばし。ずひずひずっころばし、ごまみそずっ
今度続きまして、堀内孝雄さん。堀内孝雄さんはいつも、虫を追っかけながら歌を歌ってらっしゃる、そういう風に見えるのは私だけでしょうか。お届けしましょう。団子三兄弟。くしにへさささって団子の子三兄弟。ありがとうございます、ね、じっとして歌えないのかな。それも虫をずっと追っかけてらっしゃる。虫にお礼を言う方初めて私も見ましたね。虫が飛んでる間ずっと追っかけながらね、時の中れのへいってね、虫に声までかけてね、いろいろな。じゃあ、今度は続きまして、まあ、演歌の方は何人かやってほしいというリクエストもいただきましたんで、まあ、最初にリクエストをいただいたのが吉幾三さん。吉さんの曲私何でも歌いますんで、もしよかったら、この曲がいいとかなんかリクエストあります？何でもいいです。なんか。あ、酒よ、雪よ。あ、そうそう、いろいろね。あ、親子じゃなかった。あ、渋いとこ行きよ。ありがとうございます。酒よにしますね。ヨシさんはいつもブルドッグが怒ったような顔で歌を歌っておられます。酒よ。涙にはいくつもの思い出があるえー、先に申し上げておきますけど、私ちゃんと歌うの何もございませんのでね。それだけご了解いただければと思います。じゃあ今度続きまして、前川清さん、前川さんは、動物で言いますと怠け者によく似てらっしゃいますね。なんか動いてらっしゃるのか動いてないのかわからない方でございます。東京砂漠。空が泣いてる。すすけ汚されて。じゃあね、まあ皆さんからいろんなリクエストいただいておりますがね、やっぱり、この方の、ぜひ、モノマネをじっくり、見たいというですね、リクエストもいただいております、五木ひろしさんね。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、そうですよね。まあこう五木さんの場合は私もこう普通にやってないもんですからね。まあ森進さんも普通にやってないんですけどもね、よく考えたらちゃんと普通にやってる方一人もいない。森進一さんはおふくろさんもやっと解禁になって、私たちもねいろいろできるようになりましてね、まあ一時ちょっとやっちゃいけないなと思って、私もずっとね歌わなかったんですけど、その間北の蛍をねこうやってはぁ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 、これを一回森さんとご一緒になった時に裏で練習してたんです。はぁとかってはぁはぁで、これをやっておりましたら、森さんがたまたま偶然ちょうどスタジオに入ってこられた時でね、後ろからちっちゃい声でそれぐらいでいいんじゃないか、凍りつきました本当に。もう言われた瞬間に振り向けなかったですもん。そのまんまこうゆっくりこうね。でも森さんもすごい優しい方なんでね、まあ皆さん本当に優しくしていただけるんでありがたい世の中になります。じゃあその五木さんの、ロボットバージョンというのをですね、皆さんにちょっと見ていただきたいと思います。 ありがとうございます。ありがとうございます。じっくりと私のこの顔が五木さんの顔に、ちょうど曲が始まって歌が始まる瞬間に、五木さんになりますね、そこら辺お見逃しにならないよ。いろいろご不満もございましょう。そして、体の動きは全てロボットでございます。お届けしましょう。ちぎり。
あなた誰とちぎりますか。この心結びますけ。波のうねりか岸に届く。歌を乗せて激しい思いが砕けて砕ける砕ける砕ける涙のいいようにやかに愛する人よ美しく愛する人よ。ちょっと休憩させてくださいね。お客様、一つお願いがございます。申し訳ないんでございますけど、一緒に動かないでください。一緒にですね、ウィンウィンって言うたびに微妙に動いてる方がいらっしゃる。音が聞こえるたびで、ね、こちらから見ておりますと非常に目障りでございます。普通に見せていただいた方が私も動きやすいものですから、今日は特になんか動く方が多いような気がします。じゃあ元に戻らさせていただきます。あれ顔間違えちゃったの、これ志村けんになっちまったよ。あら元に戻るかな。元に戻った。健やかに はい、ということでありがとうございました。この後もゆっくりお楽しみください。失礼します。毎回2人のアーティストのヒット曲をプロモーションビデオで紹介する番組、ベストヒット演歌。今回は演歌の女王八代亜紀と、8月に新曲千年の恋歌を発売した瀬口優希を特集します。お見逃しなく。毎回素敵なゲストでお送りしているカラオケナビ演歌。今回のゲストは城之内早苗さんと音羽忍さん。お二人の最新作の歌い方をご本人自らのレッスンでご紹介します。ここのね、火だけ気をつけて。歌好きジョイサウンドカラオケリクエストランキングでは城之内早苗さんの人気ソングトップ5をご紹介。ぜひお見逃しなく。
が来たのね、さよならね、街へ出たなら別々ね、しまうのね。朝が来たのね、さよならね、したら誘ってね、憎いあなたに泣きながら夢の名残を抱いてゆく。さあ実はですね、今回美川さんが45周年、はい、そして来年コロッケさんは30周年だそうでございまして、はいねはい、実はそれを記念して素敵な曲が誕生したんです。ここで改めてコロッケさんをお招きしたいと思います。コロッケさんどうぞ。はい、どうもどうも失礼いたしました。先ほどはどうも。またあわやさんで出てくるのかと。コロッケさん来年30周年だそうでございます。あ、おかげさまでね。早いですよね。実はこのお二人のその周年を記念いたしまして、作詞のまあ荒木豊久先生と作曲の中川博之先生が素敵なデュエットソングをプレゼントしてくださいまして、もう一度乾杯。の扉にノックはしないで、今が一番二人は素敵なはずだから、過去の日はいつでも美しく見える、人に言えない切なさ抱いていたけれど、男でもなく女でもなく、どこか似ている二人の人生、もう一度乾杯。思い出は別れのきっと贈り物、それが悲しく終わった恋物語でも。
若き日の背中を呼び止めるよりも、時に好みを委ねて夢を持つことよ。男でもなく女でもなく、いつも気になる二人の人生。今夜は朝まで、今夜は朝まで、夢の続きにもう一度乾杯。男でもなく女でもなく、どこか似ている二人の人生。お二人にとっての記念曲でございまして、もう一度乾杯を聴いていただきました。皆さんいかがでした？いい曲でしょう。また何かありましたらどうぞ。私もこちらこそまたよろしくお願いします。いつでも呼んでください。さあ、いよいよここからはですね、美川さんの曲でお楽しみいただくわけですが、まずは最新のナンバーを聴いていただきたいと思います。今回の新曲はこの爪がテーマになっておりましてね、男性に釘を刺すという内容の、ちょっとドキッとする内容の曲なんですけれども、女性を騙すと夜叉にも鬼にも変わる、爪を研ぎながら女性は恨むというちょっと怖い内容でございますが、非常にテンポのあるいい作品に仕上がりました。新曲を聴いていただきましょう。愛はジェラシーです。若けりゃいいのね、そうなのあなた。死ぬほど私を惚れさせて、さよならするなんて、あなたあなた許せない。愛はジェラシー、髪を焦がして女の顔したヤシャが、ヤシャが爪を取る。なんてあなたはひどい人なの、女は男のおもちゃじゃないわ。
つけた罰を罰を受けるのよ。愛はゼラシー、過去も未来も炎に閉じ込め、シャが爪を研ぐ。愛はジェラシー、髪を焦がして、女の顔したヤシャが、ヤシャが爪を研ぐ。先日ののど自慢で歌いましたら、さらに今売り上げが伸びているようでございます。話題の新曲を皆様方にお聴きいただきました。引き続いて皆様方には名曲によっていただくお時間です。右に曲がらず左に折れず、45年の歌の歩みの中でまずこの3曲なくして語ることはできません。昭和42年、まずは新潟ブルースから。思い出の夜は霧が深かった。今日も霧が降る、万代橋よ、別れの前に抱きしめた方よ。ああ、新潟は、新潟は面影の町。あなたの冷たいその瞳、なぜに私をいじめるの。優しく心も知らないで、あなたが憎い、あなたが憎い。
来る夜は心も濡れる。まして一人じゃなおさ寂しい。憎い仕打ちと恨んでみて花道。日曜夜10時は20年以上も続いたあの伝説の歌番組が歌謡ポップスチャンネルでよみがえります。北島三郎、五木ひろし、八代亜紀など大物歌手たちの懐かしい若かりし時の映像をお楽しみください。お問い合わせはカスタマーセンターまで。カラオケジョイサウンドオーガの最新チャートベスト10を毎週お届けする演歌カラオケランキング。この番組を見れば今歌われている流行りの演歌歌謡曲が分かるだけでなく、自宅にいながら最新曲をいち早く練習することもできる。まさにあなたのリビングがカラオケボックスに大変身。演歌カラオケランキング、お楽しみに。一筋の光の中にときめきと愛を歌う赤いバラが咲いてた。かぐわしい花の花に心染められ、あの日から愛を探す長い旅は続くの。雨に打たれても風に吹かれても私は歌い続ける。命ある限り千の夢を乗せて、あなたの
行くたびか裏切りの棘に刺されて行きずりの恋に溺れ酔って泣いた若い日気がつけばただ一人あなたはいつも暖かい春のように肩を抱いてくれたわ遠い思い出に巡り来る季節私は歌い続ける命ある限りああ幾千の星の雫あなたの瞳濡らすように私を抱きしめてただ二人だけで生きていたいのただ命の限り私は愛したい命の限りにあなたを愛するの頬と寄せ燃える口づけ交わす喜びあなたと二人で暮らせるものなら何にもいらない何にもいらないあなたと二人生きてゆくのよ私の願いはただそれだけよあなたと二人固く抱き合い燃える
弓に髪を絡ませながら愛しみながら口づけを交わすの愛こそ燃える火よ私を燃やす日心とかすこいよみなさん、今夜は最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。振り返ると本当にいろんなことがありました。皆様もご存知のように私には二人の母がおりました。育ての母、生みの母、その二人の母は姉妹同士でした。まあいろんな事情があって姉に私を預けて、そして再婚もしましたけれど、生みの親はそれでも男運のない女性でした。まあ、子供の頃から私は母を、生みの母をおばちゃんおばちゃんと呼んでおりました。でも子供の勘でひょっとしたらお母さんかもしれない。でも私の中では生みの親が本当の母だと思って育って、中学の頃に本当はおばちゃんがお母さんよって近所のおばさんからそう言われた時に、ああそうなんだ、これは育ての母には言わないでおこう、私の心の中に封印していたんです。でも子供の頃から二人の母の苦労をずっと私は見てきました。その中で自立して二人の母を僕が面倒を見ていくんだって、そう背中に背負ってずっと生きてまいりました。芸能界入ったのもやっぱり親孝行したいってそういう気持ちで入ったんです。でもその母も、育ての母が84歳、生みの母が86歳で他界した時に、でももう年を取って80お互いに過ぎた頃に
育ての母が、私本当に苦労したけど幸せだったわ、あんたのおかげで本当にありがとうねって、そう言って亡くなっていきました。海の親もやはりありがとう、あんたがいたおかげで本当に幸せだった、二人の母はそう言って天国に召されましたけれど、その時に私の使命は終わったんだなって、そう思って、私はやっぱり自分の歌の道を選んでよかったな、私は死ぬまで歌を言い続けて全うしていこうって心に誓いました。必ず若くても今の世の中、若くてなんで自分から命を落としていくんだろう、そういう暗い世の中の中で生かされてるってことを忘れないでほしいと思います。必ず幕を下ろす時が来るんですから、早いか遅いかの違いで、私だって分かりません、今は元気でも明日はどうなるか、でも生かされてるっていうことを忘れないで、命の尊さを知って頑張っていこう、そう思ってこれからも歌い続けていきたいと思ってるんですけど、これから歌う歌はちょうど3年前にある先輩が歌ってた歌なんですけど、私歌いたくてその方に了解を取って、いいですか歌って、あんたまだは若いわよって言われたんですけど、周りを見ると一人二人とみんないなくなっていくんですよね、そういう年齢に入ってきたんです。これから歌う歌は生きるという歌なんですけど、大好き、生きるって、生きたいんじゃなくて生きるんです、そういうメッセージの歌なんです。決してお迎えに来る歌じゃないのよ。今日はね、体が不自由でもう本当にやっといらしてる方もいらしてるけれど、でも精神を強く持って生かされてるんですから、必ず幕は降りるんです。それまで強く生きようという、そういうメッセージの歌なんです。ではお別れは生きる。好きなように生きたこの私だから、死の訪れなど怖くはなかった、やり残したこともたくさんあるけれど、やることはやった人の倍ぐらい生きる、生きる、今になって私は生きることの尊さを知った、気がつくと仲間が一人また一人帰らぬ旅へと赴いていった、天国も地獄も私は信じない、だけど
確実に死は迫っている。生きる生きる今になって私は生きることの尊さを知った。生きている間悔いのないように、私の仕事も整理しておこう。ろうそくの炎が燃え尽きるように、私の迎えももうすぐ来るから。生きる生きる今になって私は生きることの尊さを知った。心を込めてお届けをいたしました。本日の45周年記念美川憲一コンサートはただいまをもちまして全てのプログラムを終了とさせていただきます。